日本チャンピオンになりたい、世界チャンピオンになりたいと、そういった夢を持ちました。ただ現実はそこまで甘くありませんでした。結果を求めれば求めるほど、夢を求めれば求めるほど、自分の中に勝たないといけないという使命感に駆られ、プレッシャーで一度プロボクサーを引退しないといけない状況に追い込まれました。他の病棟で手と足を拘束される入院を経験しました。2017年の8月です。その時に僕はベッドの上で一生過ごすんだと、そんなことを思いました。私は家庭環境が複雑で、母親の愛情を取ることができませんでした。ただその入院していた時に初めて母親の愛情を受け取ることができました。母親が誰よりも信じてくれて、母親が誰よりも僕を見てくれていました。今僕がここに存在できているのは母親のおかげだと思っているぐらいです。そしてその時に私は自分の中に根拠のない自信が生まれ、俺は世の中を変えていくんだと、そんなことを思いました。そしてプロボクサーを一度引退し、この何かを変えないといけない、このままではいけないと思い、プロボクサーを諦め、就職で大阪からこの愛知の地に移させていただきました。そしてこの愛知の地ではオープンハウスという不動産屋さんに就職で来させていただき、営業の仕事をずっとやっていました。ただ私は26歳までボクシングしかやってきていません。いい高校にも行ってなければ、いい大学にも行ってません。最初はまともに敬語も話せず、パソコンすらもほとんど触りませんでした。社会人はそこからのスタートです。プロボクサーはやっぱりバカなんだね。そんな風なレッテルを貼られました。すごい悔しかったです。ただ入社した会社は年功序列がなく、数字さえすれば役職が上がる会社だったんです。だったら数字で見返したろうと、そう思い、営業成績を全国一番を獲得しました。入社して11ヶ月目でマネージャーにもなりました。ただ仕事をやればやるほどプロボクサーの時の未練がすごい出てきました。私は17でプロになり、リングの上の高揚、とりあえずこの賛成と、まず名前だけでもいいので皆さん覚えていってください。そしてこのプロボクサー村井貴弘、私の名前をぜひ覚えていってください。賛成とプロボクサーの村井貴弘です。那須川天心に試合のオファーをかけて、ヤフーニュースにも載ってます。そして来年の3月には世界ランカーとも試合をさせていただきます。この政治活動もプロボクサーとしても両方とも全力で二足のわらじで頑張らせてもらってます。